はい、皆さんこんにちは、最上紀美子です。今日はですね、なぜコーチになったのかっていうことについてお話ししたいと思います。私がコーチングに出会ったのは2000年です。正確に言うとですね、1999年の冬でした。もうね、年末だったような気がしますね。で、当時、前回なぜコーチになったのか、じゃない、昔は何をしていたのかというところで話しましたけれども、嫁ぎ先の家業の手伝いをしてたんですね。もう帳簿全般やってました。結構ね、金額的には12、3億やってたんで、売り上げがですね。で、そこの建築屋って結構帳簿複雑なんですよね。で、それを一手に引き受けてやっていたんですけれども、なんかね、やっぱこう、経理っていう仕事自体が、本当はね、そういうことじゃないっていうふうに税理士さんたちも言われるんだけど、やっぱりこう、人がした後のこう、後の尻拭い的な感じがこう、あるんですね。自分がこう、先頭に立って何かを企画してやっていくっていうよりも、人がやってしまった後の辻褄合わせを主にやってるっていう、そんな印象があって、それが嫌だったんですね。おまけに、結局その会社倒産しちゃったんですけど、うまくいってないわけですよ。うまくいってるとまた面白いと思うんですけど、うまくいっていないっていう、それを銀行にいかによく見せるかっていう、その辺をばっかりさせられてるっていう、なんかもうさせられ感いっぱいいっぱい見て、みたいな。で、ものすごくストレス溜めてました。で、そんな時にね、出会ったんです。っていうか、こう、もうこの苦しさから逃れたいっていうのが一番でした。で、たまたま、なんかこう、無料雑誌みたいなのに、こういうセミナーありますよ、みたいなのを見つけて、これで行きました。これだって、その当時まだね、離れられなかったんですね。もうやめさせてくれって何回も言ってたんですけれども、こんな複雑怪奇な帳簿を扱えるのは身内しかいないみたいな感じで、お前がやらなくて誰がやるみたいな感じで、やめさせてもらえなかったんです。で、コーチングっていうのを聞いたときに、ああ、これ家でできるんだと思うとすごく魅力的でした。外に勤めに行くということができない状態だったんで、子供もいましたしね、子供3人いたし、帳簿やりながら、子供面倒見ながら外に行くっていうのはちょっと難しい話だったんで、家でできるんだったらいいなと思って。それと、なんかとにかく何か始めて、とに人生変えたいという、その思いで、行ったっていう記憶があります。そしたら、そこでハマっちゃったっていう、それが私のコーチングのスタートでした。